言うと足が抜けませんでした。ありがとうございました。もうすごい楽しかったです。もうなかなかこういうのができないです。そうですね、はい、シチュエーション的にもここちょっとね、なかなかない感じの場所ですし、ただ僕らも背があんまり高くないから、そうですね、皆さんから生首、生首にしか見えないんです。はい、ギリギリ首しか見えてないぐらいになってますけど、ありがとうございます。はい、本当に乗り出すように本当に迫力のあるステージ、ありがとうございます。どうもです、ありがとうございました。本当に素晴らしいステージ、そうですね、まあいろいろな経験をしてみたので、本当にやってみたいことがいろいろあります。ただ僕もこの時間帯と何よりも酒飲んでもデモの時間だったので結構ね、結構夜中ですよね、普通だったら夜早いので、はい、まあ、でも、もう僕らの今日のなんかオールナイトに向けて熱意が感じられましたし、最後本当に大合唱でウィーを歌ってくれたのを見るのはですね、感動しますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、この一体感からオールナイトイベントをスタートしてまいります。はい、さあ、ということで、オープニング飾ってくださいましたのは、スペシャルゲスト、はい、深谷宏さんでした。どうぞ拍手でお迎えください。どうもありがとうございました。本当に楽しかったです。美味しいお酒が飲みそうです。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。こちらの2階フロア、皆様からご覧いただいて右手方向をご覧ください。
長たちがこちらの会場スタンバイを行ってくれているようです。さあそれでは皆様大変お待たせいたしました。世界コスプレサミット2015を盛り上げてくれます26の国と地域の代表の登場です。さあ間もなく先輩に到着します。どうぞ拍手でお迎えください。まずはフィンランド代表です。さあフィンランド代表今回の衣装は天元モンパブレンダマンからヨーコリットナーニア・テンペリンのコスチュームで登場です。さあフィンランド代表がポーズを取ってくれています。ぜひ写真も撮影してあげてくださいね。ありがとうございます。フィンランド代表でした。26の国とチームからここラグロネパスにやってきた代表たち、続いての登場はドイツ代表。どうぞ拍手でお迎えください。さあドイツ代表、今日の衣装はワンピースからニコロビン、ナミの衣装で登場です。ありがとうございます。ドイツ代表でした。さあこのように次々代表たちがセンターに来てくれます。続いてはオーストラリア代表です。さあオーストラリア代表は魔法少女マドカマギラからトモエマギ、そしてマギシンドバッドで登場です。さあポーズを取ってくれました。ありがとう。オーストラリア代表でした。さあ次々に登場していますが、続いてはロシア代表。コスチュームはアイドルバスターワンフォーオール菊池誠、天海春子のコスチュームで登場です。ありがとうございます。手を振ってくれました。ロシア代表でした。さあそしてスキップするように登場してきたのはポルトガル代表。ドロラのアトリエアーランドの錬金術師からドロライナ・フリクセル、アストリッド・ゼクセスで登場です。ありがとうございます。ポルトガル代表でした。さあ続いては現金っぽいタイ代表です。ワンピースからナミ・サバで登場です。さあ決めポーズもしてくれました。タイ代表でした。ありがとうございました。続いてセンター登場したのはインドネシア代表。作品はハンターハンター、マチイソカで登場です。さあ賑やかな声も飛び出しております。インドネシア代表バッチリ決めポーズしてくれています。ありがとうございました。インドネシア代表でした。続いては日本代表。もっと順番が前後しているようですね。リバイスコーン、ユキ失礼しました。イギリス代表です。ワンピース、ナミ、レペルトリー、ビビです。イギリス代表でした。さあ続いてセンター登場してくれたのはどこの国でしょう。さあゆっくりと歩いてきたのはイタリア代表です。イタリア代表ワンピース、ルシー・ルミー、ロブ・ルッチで登場です。ありがとうございます。イタリア代表でした。各国代表がこちらのセンターへと来てくれています。続いては台湾代表、ワンピース、ニセフランキー、そしてニセルフィー
さあ、どうぞ。ワンピースからシャンクス、サンジのコスチュームで登場です。ありがとうございます。シンガポール代表でした。続いての登場はグレート代表、ザ・キング・オブ・ファイターズ、ケイラッシュ、ユーフォーロボ、ブレンダイゾー、デューク・グリーノで登場です。ありがとうございます。グレート代表でした。さあ、長本を持って登場してくれた次の代表はデンマーク、デンマーク代表です。ソーラーオンライン2リゼット、シノンのコスチュームで登場です。ありがとうございます。デンマーク代表でした。続いてはフランス代表、 AKB0048 横溝誠、神崎涼子のコスチュームで登場です。ありがとうございます。フランス代表でした。続いてはマレーシア代表、ラブライブから東條希実、綾瀬はるかコスチュームで登場です。マレーシア代表でした。さあ、続いての代表は香港、歌国から寿恵司、続いての登場はブラジル代表、フェラーリーからビッグスロー、デレイ・クルダスターで登場です。ブラジル代表でした。ありがとうございました。続いてはフィリピン代表、ニコロミンで登場です。
続いては中国代表、さっきのヘッドショットオブホランセ。動きのあるポーズを決めてくれました。中国代表でした。続いての登場はアメリカ代表、新世紀エヴァンゲリオン総流アスパルトで綾波玲で登場です。アメリカ代表でした。続いてはメキシコ代表、キルラキル平瀬つぐみ、フリーエンドアナルさんの松岡凛とコスチュームで登場です。譲り合って前に前に皆さんに顔を見せられるようにスペースを作ってあげてください。